それは一体ワニくん？うわーグッズ欲しい、超感動したんだよな俺。くんさん、全国的に桜のシーズンですね。ではこちらへどうぞ。花見するのか。あー危なくない？危なくない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 。お花見大丈夫？こえ大丈夫？なんかトラックいるけど、この先花見会場終わり。やばそうな匂いするよね、なんかあのトラック、不穏なトラックが。嫌な予感しかしないな、なんか大丈夫かな。あーうん、えここは一体、やばい、ニワトリいるニワトリいるニワトリいる、ダメ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 、これ死んじゃう死んじゃう、これネズミ、ネズミじゃんこれ。ネズミくんもいる。え、グッズ化決定、映画化決定、書籍化決定、死に物がかりとコラボ曲決定、でんつガンナエじゃん。あのカナリア引かせよ、もう大丈夫だよこれ、これ引かせようぜこいつ、こいつをこう、ああ死んだ死んだ今死んだ、あー100日後に死ぬカナリア。おいちょっと待って、ちょっと待って、ゴミいるゴミいる、ゴミ壊してこれ。くんそのゴミでネタある、何これ。また出た、闇チームに一人裏切り者が出てしまいました。誰だ、ネギ556、なんだ裏切りって。あー彼は先日女キッズと差し飲みカラオケ配信を行い、今まで叩いてきたメス要素を全否定し、人格は端緒となってしまいました。あいつさ、サンダさ、シバさんとかさ、ソーブーンがさのことおちんぽナイツって言ったりさ、女に飲まれたとかって言っててさ、自分がいざさちょっとねこうやって50人くらったで取り上げられたらあのざまだもんな。完全にダブルスタンダードだよね。もうこには勝てなかったよってやつ。彼のそのありさまをナイーブがまとめました。何どういうこと。 DM を確認してください。はい、ネギをすくう .mp4。くんのところで通用しないから、その通用する、ね、コメント欄を探して、どんどんね、どんどん下の方へ下の方へ、どんどん傘の方へ。いいの、ポケに入れたなら超絶かわいい。硬派を貫いてきたネギ55、このありさまに各方面から。なネギ、俺は残念だよ。あんなに隙間産業メス身を叩いたキモネギ556があろうことかメス身と酒を飲み、あんなことになったんだ。めっちゃ悲しんどるやん。パンツが見えそうで喜んでたネギもちゃんと見たぞ。お前俺え失望した、本当に失望したよ。以上。以上でした。まあ、これひどいね。まあこれ。このために撮ってくれました。これすごいね。救ってください。いや、救えねえんじゃねえ、もう。いや、もうなんか、もう地に落ちたよね、なんか。いや、最初っからさ、いいなって言ってたわけじゃなくてさ、散々バカにしてたもんな。あ、みんなしょんぼりしてる。せっかくの硬派の闇チームが。ちょっと待って。なんだこれ。ネギ556君、自分がメス騎士団を叩くときにはすごい攻撃的になるけど、逆に自分がメス騎士団になるときにはすごい楽天的な印象ある。この間も芝君やミス、総部のことを騎士団とかバカにしてたけど、この間のキャストで犬飼にカラオケ配信してたよね。硬派なネギさんならバンされるようなことはないとやめちまいってのに、なんでこんなことに。どうすんだよ、もう救えないよ、もうでも。もう無理じゃない、だって。終わったよ、もうこの鳥はもう。まだ強制できるかもしれないです。無理だろ、もうネギさんの顔壊し始まってます。え、あもうあの内部もうダメだ、完全にやられてる。しかもあのすいません、たい焼きが壊してます。だ許せなかったんじゃない、たい焼きが。たい焼きが感情をあらわにしてる。ああ
ネギも終わりか。ネギ556をチームアキラに追加。チームアキラ、チームアキラかっこいいな。あれ？なんかいるぞ本人。こいつもバンするか、もう。もういいか。これが絶頂期だろこいつの。こいつ許されないだろもう。ちなみになんで言ったの？なんで女の子と遊ぶ流れになったの？いや、俺のさ、聞いた話だとね、終電逃したっていうね、その知ってる？その終電逃したの真相。なんか、俺が聞いた話だと、その女の子の終電は逃してなかったらしいんだよ。なんかこいつの終電だけ逃してたらしいんだよね。噂によると。それでなんか終電逃したことにしたみたいな、全員。さらにさらに、もう一個、これはもう公開情報なんだけど、なんか、お金1円も払わずに出させたらしいんだよね。ダッサッって超ひも理論だよこいつ。いくら生きがろうとチンコには勝てないんだな。あネギもな、今まで弱みを見せずに生きがってきたのにな、完全に泣きどころができたな。かつての仲間たちの目を見ろ。おごりなら行くわって話だったんよ。なんか言ってるぞこいつ。いや、カキカマなら、それでもカキカマなら擁護してくれる。みんな、みんなカキカマにちょっと聞いてみよう。カキカマ、カキカマネギくん、いつも擁護してるから、ネギくんっつって。姫とも会って。それ本当に終わるよ、多分、姫と会ったら。爆破していいぞ、倉持。アラビ。やっぱ、硬派な子さんでもこのありさまか。そのまま被害者、避難仮設住宅、建設予定地。なんか今日そのままについて今日この動画撮る前に話したんだけど、シーズン100ぐらいまで来ないでいいっていう風な意見が出ました。ゴドンっていう方の意見でシーズン100まで来なくていいみたいな話をしてました。そのまま2005から2020、やっぱ緑色は全部ダメか。緑色ってだってさ、ほら小屋優吾でしょ、空豆でしょ、ネギ556でしょ。やっぱそういうことじゃないの、緑色って。でワニでしょ、でんでしょ、くん来てな、ここ、ようこそネルフへ。なにこれ、あっ、それ、そのスーツはセカンドチルドレン、究極の凡庸猫型決戦兵器。なんかさ、角ついてない？人造人間コタゲリオン、その初号機。目標は通常兵器で歯が立たず依然健在。あのさ、俺もだけどさ、コタル揺れすぎじゃね、さっきから。コタル揺れすぎな。これ適正なのか、この動き回んのが、この多動が。今から君をシェルターに送迎するような時間はなさそうだ。もう止まった。さあ正気パルト小太郎、出撃準備だ。な、なにこれ、なにこれ、え、ここの部屋で戦場に飛ばしてるドローンからの映像を直に見ることができる。な、なにここ、なにここ、なにここ、え、なんかすげえ怖いんだけどこの部屋。ちょっと待って。あー、これが、これが街の決戦の様子なんだ。おい、なんか空豆じゃねえかあれ。よく考えたな。うまい、うまいな、うまい。あれ、あれ、まずい、走行板が持たない、頭部破損、損害不明、活動維持に問題発生、わかりません、モニターに反応なし、生死不明、初号機完全に沈黙。あ、初号機再起動、そんな動けるはずありません。作動してる、自爆。あ、あのシーン、あれが小太郎の本当の姿なのか。エンド。